私は調べたいことがあるから先に行って、後で追いつくわ。精鋭ぞろいでな。総大将張覚とやらの掲げる理想を信じて最後の一兵まで捨て身の戦いを挑んでくるであろう。砦の攻略を拝命はしたが、援軍の当てもなく先日に窮していたところだ。面構えを見る限り相当な視線をくぐり抜けてきたようだな。頼もしい限りよ。この様相だとかなりの激戦があったようだ。敵陣の正面となれば無理もない。用心は怠るなよ。
お主の闘志に相乗りしようぞ。見よ、敵の家へ戻る。
さあ、参ろう。Yeah!
お主の闘志に相乗りしようぞ。さあ、参ろうか。
さあ、参ろうか。生き のいい獲物がいるぞ。
金業のせいでこの国は乱れ切ってしまった。戦場にはあっちのごとき妖魔がはびこり、人間の惨状は見るに耐えるの言う天下に知らしめん。
その品に見合う仕事になれ。
戦利品だ。好きにしろ。
Thank you.
Thank you.
進め。死にたくなければな。
Yeah.
ほい、早う飲まねば巻き返す手は他にないぞ。天下ざ大吉。奴が聴覚か。
奴が聴覚か。奴が聴覚か。ここまでよ。
さあ参ろうか。討伐の大手柄はお主に持っていかれたな。ん？だ。面妖なやつ、何者だ？なんとまがまがしい気を。おお、貴公、あの気を見てもおじぬか。義勇兵にしておくにはもったいないな。我ら孫家は竜と競り合う力すなわち虎の一族。その地に宿すは時代を切り開くに足る層。あの悪しき気はいずれ我らの行く手を阻むであろう。わしか、それとも公敵主たるお主か、どちらが先に世を包む闇を切り裂くか見ものだ。曹操殿にも知らせねば、一足先に戻るぞ。
気の乱れはあの男のせいなの？急いで老子様に知らせないと。一緒に来てくれる？人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄巾の乱の首謀者張角はその肖像とともに消えました。しかし戦乱は続き、大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため、英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい、交渉。老子が心配していたぞ。お客さんかい？珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様。山に妖魔が現れてね。老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。交渉についてきたんだっけ。せっかく来たんだしゆっくりしていきな。わかんないことがあったらみんなに聞くといいよ。里の外で何が起こってるか興味は津々なんだけどね。おいらまだ外に出たことがなくって、もっぱら仲間の土産話が情報源なんだ。いやおいらこう見えていい歳なんだけどさ、本当女心ってのはわかんねえ。僕徳や畜感に夢中みたいでね。どうやって気を引けば。ああ最近うまい魚食ってねえな。腹減った。ああ最近うまい魚食ってねえな。腹減った。この扉の向こうが天柱山よ。準備はいい？この扉の向こうが天柱山よ。準備はいい？